さあ、そしてこちらプチショールームも設置されてて、本当になんかあの試乗会だけど規模が違う。全部食事も用意されてて、こんな感じで DV が流れてて、でちょっとここで私からあの謝罪がございます。あの今回ドイツの目的としてショールームお届けする予定だったんですけども、ちょっと時間の都合で残念ながらお届けできなくなってしまいました。代わりにちょっと写真とかあるんで、まあ、それで見ていただけるといいんじゃないかなと。でショールームにもあったこちらのディスプレイで、全部レザーのサンプル、ステッチのサンプル、あのこれも前回工場の方で見てきてるんですけど、ステッチのマシーンも超巨大なやつがあって、全部機械で全部ステッチ入れてるんで、こういう複雑なステッチも正確に入れることができます。そしてレザーも顧客の要望に応えることができるように、もう全部このなんだろう、うわラッパレザーみたいな、このスベスベのから割とこの純正に近い脂肪があるようなレザーとか、もういろんな種類のレザーカラーがこんな感じで、これはすっごく柔らかいやつですね。でレザーももちろんその最高級のを使ってるんで、匂いも手触りもめちゃくちゃいい。こんな感じで、でブラバスのロゴも入れたり、いろんなロゴを入れることができるみたいです。そしてこっちなんかもステッチが、であとはこういうステッチ、もちろんこのレザーの前面にするのもそうなんですけど、こういう細かい、まあ、シートの縁だったりだとか、こういうちょっと特殊なこともできます。だこの辺なんかで本当にオンリーワンの、結構そのオーダーメイドの車の内装ってなんかロールスロイスとかベントレーっていうイメージだと思うんですけど、まあ、その部分をもうこのブラバスがまあカバーしてる、そんな感じですね。でメルセデスで、まあ、本当にロールスロイス級の内装を提供してるって感じです。で塗装も全部オールペイントできますんで、まあ、いろんな内装のパーツ塗ったりだとか外装のパーツなんかも全部カスタマーの要望に応えて全部することができます。でレザーもこの勢いで、でも全部オーダーメイド。だこれを高いと感じるのか、ちょっと安いの感じるかは、安いと感じるのかはちょっと人それぞれだと思うんですけど、やっぱり究極を求める方は全部それを答えられるようになってるっていう、この体制はすごいと思います。多分こう紹介してる間もロケットの試乗がもうひっきり足に行われてるんですけど、ガソリンこれなくなっちゃうんじゃないかっていう、すごい、これはちょっと日本ではできないね、やっぱりなかなかこの規模は。だこの規模感でなんとなくちょっとそのメーカーの すごさって言ったらあれなんですけど、まあ、全然違う日本のちょっとそのチューニングショップとかチューニングメーカーと違う感じの規模でやってるっていうのはなんかなんとか、触ると嬉しいです。シートベルトしないと本当にこれね死んじゃうやつ。改造車ジャーナリストはちょっと今回900ロケットをお届けいたします。あと内装は800の方がいいね。全部張り替えたら、これ張り替えてないんでしょ。はい、いえ。びっくりした。今反対車線をあの GLS の900走ってたけど、もうあの新幹線みたいな音した。もう一回行くの。もう一回行くの。やばくでしょこれ。さすがに。Okay. Okay. あもう一回行くか。やばいやばい。G1 のこの形でこの速さっていうのロマンあるよ。スーパーカーが速いんじゃなくて、けどなんかどこまで行ったの、すっげーよくなる。
質問だね。800もやっべえなと思ったけど、さらにその上を行ってるだとヘッドレストか。あの乗ったことないけど、あのなんだっけ、富士急のドドンパみたいな、そういう感じなんだろうなって、こう本当に無地打ちになっちゃう。さあ、そして続いてエンジンルーム見てみたいと思います。この下りなんか車両紹介だけど、とんでもない車両を紹介します。えい、900馬力。なんとこちらのエンジン 4.4 リッターから5アップされて 4.5 リッターなんです。で、まあ、メニューとしては700、800、エンジン900と当然カービンの加工はもちろん、エンジン内部まで全部手が加えられて、さっき話を聞いたらピストン、コンロット、クランクシャフト全部クラバス製のチューニングされたものになっています。で、結構あのチューニングっていうと、まあ、日本のチューニングっていうとなんかちっちゃいショップで、まあ、少しこう加工してとかっていうイメージだと思うんですけど、ブラバスの場合本当にメーカーみたいな、これあの紹介してる動画があるんでぜひ見ていただきたいんですけど、本当にメルセデスがそのテスターを借りに来るぐらいとんでもない設備で、もうなくなっちゃった部品とかオリジナルで一から起こさなくちゃいけない部品に関してはそれを作るような設備もあるみたいです。やっぱりその辺はメルセデスと非常に距離が近いところ、まあ、あとはそのスマートブラバス、共同出資で50対50の、車体を組み立てる工場まで建てた、それぐらい の, その近さができるところだと思います。これも全部トリムがマットのこの赤にペイントされてて、ちょっと金属感、なんかアルマイト加工みたいな質感で仕上げられてます。で、ステッチも全部赤、そしてこのレザーも全部張り替えられてますね。このグレーの設定多分ないんじゃないかな。そしてご覧いただきたいのはこのシート、当然その最高級のレザーで張り替えられてるんですけど、このパンチング、近くのステッチの中にこのパンチング入ってるんですけど、このパンチングの中もレザー二重になってて赤が透けて見えるようになってます。で、ヘッドレストも全部張り替えられてる。だから純正と本当に遜色ないです。これ張り替えてますよねっていう感じが全くない。そしてドアなんかも全部レザーで張り替えられて、下側もスピーカーグリルなんかもペイントされてる。で、天井もこれ全部ピラーもレザーで、ここもレザーで、天井全部ステッチが入ってるという、本当にイギリス車と遜色ないぐらいの仕上がりになってますよね。メルセデスでこれができるっていうのは本当にすごい。やっぱりこのゆとりのサイズと速さと、なんでこの辺の需要はかなりあるみたいです。で、後ろも全部、当然これ全部分解してます。僕も工場行って見させてもらったんですけど、このルーバーのこういった一つ一つも全部分解して塗ってるという。で、塗った質感も本当に高いんで、まあ、純正で設定があるようなそんな感じですね。全部やり直されてる。さあ、続いてこちらはロケットの試乗会の後ろでやってるクラシックの展示になります。もうこれも前回お届けしてるんですけど、ブラバスの場合全部そのパーツナンバー揃えてもう完全に修復してるんで、もう新車の状態と言っても過言でない。いわゆるゼロキロメートルっていうそのレストアのもう究極の部分、そのクオリティのクラシックがこんな感じに並んでます。だからもう結構クラシックな車ってちょっとカビ臭いって言ったらあれなんですけど、ちょっと独特の匂いするじゃないですか。全くしないです。もう本当に新車の匂い、新車の本当に匂いがする。そして、まあ、結構この辺の年式のクラシックカーあるあるだと思うんですけど、このクロームパーツのくすみ、歪み、傷全くないです。あの基本的に再利用できるものは全部修復して復元して再利用して、究極どうにもならないものは作ったりだとか、そういうことをしてレストアしているという。で、エンジンルームもご覧ください。もう全部、まあ、割と最近といえば最近、まあ、始めたブラバスの事業、まあ、ここ数年、ただそれが出た時、スタートした時にこのクオリティで、まあ、市場のマーケットに出した時に、いやそれ高すぎるよと結構意見があったみたいなんですけど、これ実際車を見た人はもう本当に納得、何も言わなくなったっていうぐらい、そのぐらいちょっとあのマーケットでもズバ抜けた存在みたいです。で、とにかくもう全部ピカピカ、下回りもちょっとさっき軽くお伝えしましたけど、下回りもとにかく全部ピカピカなんですよ。だから本当にタイムスリップできるって言っても、僕が生まれる前の車なんで、僕はもう新しいものとしての体験ですけど、これを例えば新車で当時乗られてた方とかっていうのは、本当に当時買えなくてもその当時を思い出してこれを新車を体験できる、もう時間が変えるっていう、そういう感覚になる。とにかく本当にピカピカ、これができるっていうのはやっぱりブラバスの凄さでもあるし、ドイツのそのクラシックに対するその風土というか雰囲気というか、もう本当にあの今回ちょっと
まあ約半分ぐらいですけれども、本当にクラシックとあとカブリオレの多さですよね、一般ので。ナンバーにもそのエイジヘリテージっていう、マークがついて、なんかクラシックはクラシック認定されるみたいです。なのでちょっと日本のその15年で税金が上がるとかそういう感じとは全く逆のクラシックに対する文化があるみたいです。トランクもちょっと見てみたいと思います。もうこういうところの動きとかも、あの全然あのクラシックカーを扱うなんかちょっとその作法が必要な感じ全くない。そしてこのトランクとかもすげースムーズ。そして今開けましたけど、あのこの方のパゴダの SL はなんかフロアが錆びちゃうっていうのは定番らしいんですよ。でその辺なんかも全部ブラバス現代の技術とか、素材を使ってそういったことが起きないように、要は完全に修復するっていうのもそうなんですけど、さらにその上を行く、まあ、長期維持できるようなそういう施工もこのトランクのフロアにしてあるみたいです。だからもうこの辺穴が開いちゃってる、手直ししてあるっていうのはもう定番らしいです。なんで、まあ、こちらの車はそういったところも全部やってあるみたいです。これめちゃくちゃ綺麗、ご覧ください。このトランクの裏側オーションプレートなんかも全部新品です。すごい。ちょっとこれは本当に皆さん多くの方に受け入れるジャンルじゃないですし、まあ、響く方響かない方いらっしゃると思うんですけど、本当にこの当時乗ってたそういう方であれば本当に金額関係なく、まあ、素晴らしいものが提供できるんじゃないかなと思います。うわすげえいい音してる。大体あの走ってるところを見たことない。そうだね、かわいい。音がね、めちゃくちゃ調子いい音がしてる。わかんないよ、あのコンディション、いろんなコンディションの見たわけじゃないけど、純粋にエンジンとしてすげえなんかコンディションがいい音がしてる。あれ調子悪そうだなっていう感じも全くないですね、もちろん。いやー、これちょっと僕はもちろんその当時を知らないんで、新しい体験としてこれ乗るっすけど、これ当時例えば新車で乗ってきた人とかは本当に当時の感覚が蘇る、そういうレベルじゃないかなって思います。でもここまでしっかりやってたらさ、なんか壊れそうとか、なんかちょっとブレーキが効かなくてどうとかとかっていうのも、まあ、もちろんその当時のレベルだけど、もうその位置までは修復されてるんで、まあ、心配なく乗れるっていうのはすごくいいんじゃないですか。ちょっとじゃあ乗ってみたいと思います。なるべく触り、さすがに9000万円1億円近いんで、なるべく触りたくないんで、ちょっと窓とか下げてもらいましたけど、うわーシートふっかふか。なんだっけ、140の S クラスの1個前ってなんだ。もう僕が140からなんで、いきます。え、すげえスムーズよ、シフト。うわすげえ、めちゃくちゃスムーズなんだけど。え、古い車も新品っていうか、そのベストコンディションなんだって、こんなにスムーズなんだね、すげえ。で当時の車なんで今と全然感覚違う。あの本当に足回りじゃなくてシートで衝撃を吸収して、で操作関係も余計なのが入ってないんで、めっちゃダイレクト、エンブレムめっちゃ効く、すげえ不思議な感覚になる。ありがたいことにその空冷のポルシェとかも、まあ、ボンドボディでお預かりすることがあったりするんで、まあ、それにちょっと動かさせてもらう機会もありましたけど、なんかちょっとあのクラシックじゃないね、これなんか気使う感じ全くないもん。なんか当時のものを本当になんか新品を触ってるって感じ、作法なんかいらない感じ。もちろんそのステアリングフィールもそうだし、ペダルとかもブレーキも全然今の車みたいに効かないけど、すげえ。え、これは60年70年ぐらい前、立ってこんなに進化したんだね、すげえ。これちょっと都内で乗りたいね、むちゃくちゃかっこいい。もうだいたいその匂いがからさ、なんか古い車乗ってんだっていう感覚になっちゃうじゃん、クラシックの車って。新車なんだもん、だって匂いがすげえ不思議な感覚になる。だからあのガタピシ感もちろんだけど一切ないし、ちょっとこの間撮らせてもらった救急さんもその時代相応の匂いがするじゃん、内装あれがないんだよね。でこの当時だからか、もう操作類がめっちゃダイレクト、ハンドルもだから回し始めちょっと重くって、その後スーっていう
Thank you. Thank you. すごい。だこういうスイッチ類とかも本当にガタベシ感一切ない。シフトがとにかくスムーズでびっくりした。さあというわけで試乗会場からバスで2時間ぐらい、走ってブラバスの本社に戻ってまいりました。そしてブラバスの駐車場こんな感じです。もうカスタマイズを待ってる車たちがもう山のような、もう向こう側はゲレンデもう一曲って感じ。その手前はもう GLS、まあ、マイバック含めナンバーついてない車がもう所狭しと並んでる感じです。この駐車場だけでもう何億円どこじゃないですか、多分数十億円、数百億円ぐらいあるんじゃないですか。でもちろんそのカスタマイズの終わった車とか、あと XLP なんかはもう普通に置いてあるんで、なんかこうおおっていう感じがなくなっちゃうぐらい、こんな感じで並べられてます。ハリコーン、お会いいただきますでしょうか。ずーっと向こうまで本当にナンバーがない初心者が心狭しから並べられてます。要はボルク前の車、もうメルセデスからそのまま運ばれてきて、ここでカスタマイズをして後継様に乗せになるという流れになります。あとはその防弾仕様の車とか車なんかは、まあ、もちろんこういう運ばれてきて、ブラウスの方でカスタマイズで、2年半前僕らが来た時屋根がなかったんで、屋根が新たに設置されてより、まあ、綺麗な状態で保管できるようになって、中にはこうやって作業が終わった車だったりとか、あとはブラバスのこの本社リーダーもくっついてるんで、まあ、一般の整備だったりそういったこともやってるみたいなんで、まあ、これがちょっとそのカスタマイズなのか整備なのかちょっと分かんないですけど、こういったカスタマイズ済みの車もたくさん並んでる、こんな状態になってます。さあ続いてこちらはブラバスの紹介の動画でも、出てきてたテストコースになりますね。奥側がデコボコになってたり、アップダウンのコースがあったり、概要欄にリンク貼ってきますので、そっちの動画見てみてください。まあ、要は完成した車も検査する人がいて、もう何百項目に及ぶその検査項目、なおかつその目視だけの検査だけじゃなくて、まあ、実際に乗ってどうなのかっていうのを、ちゃんと確認してからお客様の元へ申し上げると。で、一つでも合格できないものがあると、もう納期があろうがなんだろうがお客様には絶対納車しないっていう、そういうスタイルみたいです。まあ、すごく興味深い動画なんでぜひ見てみてください。そして奥側にはこちら2年半前に行かせていただいたアクラシックのファクトリー、あとは手前カースティ、こちらはクラシックのショールームになります。で他にもそのブラバスオートモーティブって言って、僕らがさっき講習受けた大きい建物があったり、あとスマートブラバスを作ってる工場だったり、あとは最近だと KTM とコラボしてバイク の改造の方もやってる、そんな工場だったり、あとは、倉庫だったりだとか、もうこの辺一帯がもうブラバスの敷地で、もうこの規模感の建物がもう至る所に建った、そんなっていう、そういう感じになってます。さあそしてまたまた移動しまして、ここはデュッセルドルフからさらに南の方、ちょっと街の名前はわからないです、入れといてください。なんとやってまいりました、クローラー。さっき説明も聞いて900のエンジンが入ってるみたいです。だから 4.5 リッターまでワープして、ピストン、コンロとクランクまで全部変えてチューニングされて、エンジンが詰まる。で一応ゲレンデなんですけど、ゲレンデのパーツは本当にちょっとしか使ってない、多分ヘッドライトとかその辺ぐらい。もうご覧いただけますように、このカーボンで全部フレームっていうか、もうボディが乗っかってるだけですね。でこの赤いフレームにこのカーボンファイバーのボディが乗っかってるだけっていう、防水の生地で、この何点4点のシートベルト、あ一応サベルト製なんだ、これサベルトとコラボしたブラバスの、この刺繍も多分全部ブラバスだと思います。で爆音すぎて、多分もうだから普通に道路乗る車じゃなくって砂漠爆走する車みたいです。なんでちゃんとビンビンのやつつけてっていうことみたいです。さすがにこれはちょっと乗れないみたいな。で年間5台で3年間で15台の限定、約1億円の車になります。まあ、ちょっと日本で登録なかなか難しいと思うんですけど、ブラバスこんなこともやってますので、あとこれからちょっと最終的なその今回のブラバスデイズの締めとして、なんかナイトパーティーが行われるみたいなんですけど、ちょっと様子がおかしい車がだいぶ止まってるんですよね。この辺は僕らも全く聞いてないです。どうもポルシェとか、なんかちょっとその形からするとロールスなんじゃないかな。ただなぜかブラバスのカバーが変わって、ちょっとその辺も順序をお伝えしたいと思います。じゃあ続いてこちらのハンガー、飛行機しまっておくところですね。
こちらの中でナイトパーティーが行われるみたいです。で、そこでかなり重大な発表が行われるみたいです。で、一応これまでと違って今回のそのナイトパーティー、ここからのナイトパーティーに関しては販売店だけじゃなく世界中からビップカスタマーが招待されているみたいな、駐車場もスーパーカーとか、あとグラバスのキープリート、その他高級車もぎっしり並んでる感じです。中の様子、撮れることは動かないですけど、まあ、できる限りお伝えしたいと思います。新型の E63 のグラバス、アルティメート E かな、スマートの電気自動車。ブラバスとして出てきました。エアロもすごくシンプルで
ここまでカーボン。というわけでブラバスデイ最終のイベント、ナイトイベントをお伝えしました。まさかの衝撃の内容で、まあ、そのクローラーとか XLP とかっていうのも、衝撃ですし、まあ、あとはその900の限定じゃない、なんと900誰でも買えるパッケージのその黒のパッケージもすごく衝撃的だったんですけど、なんとポルシェが2台、そしてロールスロイスまでついに出かけるということで、もうメルセデスっていう枠を超えるみたいです。でそれっていうのはいきなり超えるんじゃなくて、もうずっと伏線があって、例えばマリンをやったりだとか KTM とコラボしてバイクをやったりだとか、最近だとパネライ、まあ、今年も来年も、ちょっとしばらく先まで予定が入ってるらしいんですけど出すらしいです。なんでもう本当にメルセデスっていう枠を超えて、もういろんなところとコラボしたりだとか、もうブランドをこう広げていくっていう、そういうスタイルになっていってるみたいです。でこれブラバスだけじゃなくてちょっと思ったんですけど、まあ、ヨーロッパのそのアパレルブランドだったりその高級ブランドなんかも最近そうだと思います。なんかちょっとしたものでもなんかそのブランドの方向性とかに賛同できるんであれば、ちょっとどういった形でもちょっと関われるような、そんな形になってってる気がします。なんで僕はこの身の丈に合ったこの T シャツだけっていうのは全然ありだなって自分で再確認しました。で、まあ、収入が増えてったら、まあ、メルセデス買ってブラバスのホイール入れてもいいですし、もっと増えてったらコンプリとか買えばいいですし、もっともっと増えていくんであれば、まあ、例えばもうオーダーして特殊のを作ってもいいですし、マリンで遊んでもいいしバイク乗ってもいいし、まあ、あとはその究極のところはクラシックに戻ってきてもいいしっていう、もういろんな形で関われるような、そんなブランドに成長していくような感じが今日しました。もう本当に世界中からもう見るからに超お金持ち の映画に出てきそうなビジュアル の男女が結構一生懸命写真撮ってたりだとか熱心に話してたりだとかしてるんで、まあ、結構世界中に、まあファンがいて今回注目のイベントだったんじゃないかなと思います。で今回ちょっとブラバスデイはこれでおしまいになるんですけども、僕らのドイツの旅はまだまだ続きますんで、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。